バロース B5000。バロース B5000 は、バロースが1961年にリリースした大型コンピュータの名称。当時バロースは、大型、中型、小型でそれぞれ全く異なるアーキテクチャを採用し、のコンセプトからそれぞれ命令セットを特定の高水準言語向けに最適化するという戦略を取った。大型システムの設計部門は、スタックマシン型命令セットを採用し、 命令の密度を高めるとともにデータワード帳を48ビットとした。B5000 はアルゴル60向けに最適化されており、単純なコンパイラでコンパイル可能とした。後継には B5500 がある。その後、B6500、B6700 やその後継機がリリースされた。なお、中型システムはコボルに最適化されており、小型システムは コントロールストアが書き換え可能で命令セットを置換可能とされた。1880年代に創業したバロースはコンピュータ業界では最古産だったが、1950年代末の同社の主力製品はまだ電気機械式のセンジマティックなどだった。IBM、NCR、ユニバックといったライバル企業はすでに大型コンピュータを生産し始めていた。 遅れて参入することになったバロースは、当時の最新のアイデアに基づく、全く新たな設計を採用するといい戦略を取った。B5000 のアーキテクチャは、長続きしなかったが、それをベースとして、B6500 が生まれている。そのアーキテクチャは、ユニシスのクリアパス、リブラファミリーに受け継がれており、B6700 からサポートしているという、オペレーティングシステムがほぼそのまま動作している。 第3の大型システムである B8500 は商業的には成功しなかった。最初の B5000 は率いるチームが設計した、先進的なマシンとして知られている。コンピュータアーキテクトとして知られるは最も素晴らしい。アーキテクチャの一つに B5000 を挙げ、私が見た中でも最も革新的なハードウェア、ソフトウェアの結合された例であり、 当時としては極めて先進的だったとしている。後継として B5500 や B5700 がある。その後、直接の後継は存在しないが、B6500 は B5000 シリーズから大きな影響を受けている。またオペレーティングシステムのが B5000 シリーズから移植されている。以下の議論において B5000、A シリーズ、及びクリアパス、MCP は区別なく使われる。 B5000 はソフトウェアのニーズを考慮してアーキテクチャと命令セットが設計されたという点で当時としては革新的であった当時プロセッサとその命令セットは設計が完了してからソフトウェア開発者に渡されるのが通例であった B5000 は高級言語をサポートするよう設計された当時フォートラントコボルが登場したばかりである フォートランもコボルもソフトウェア技術から見れば不足である。したがってもっと新しい、まだ試されていない、アルゴル -60 が採用された。正確にはアルゴルから派生した言語エリオットアルゴルが採用された。これは、アントニー・ホアがエリオット503というマシン用に開発したものである。アルゴルに現実的な入出力命令を追加したもので、強力な文字列操作機能を持っている。 法和のチューリング賞受賞講演では、これについて論じている。アルゴル -60 は、フォートランなど、他の言語を設計した、経験のある専門家たちが設計した。設計には、バッカス・ナウアー規法を用い、非常に綺麗な文法を持つ言語となっている。多くの言語の先祖でもあり、パスカル、C 言語、シンヤラ、エーダ、エッフェルなどがそれにあたる。 B5000 は従って非常に強力な言語に基づいている。他のベンダーはアルゴルコンパイラの実装を試みたが実装できなかったという。しかし当時学生だったドナルド・クヌースは夏休み期間中にバロースの以前のマシン上にアルゴル -58 を実装した。アルゴルなどの高級言語はアセンブリ言語と同等の能力がないと思われがちで、 アルゴルのシステム記述言語としての潜在能力に気づいていなかった。この風潮は C 言語が開発されるまで続いた。バロースのアルゴルコンパイラは非常に高速であった。エドガー・ダイクストラはパサデナの B5000 の工場で自身の書いたプログラムのコンパイルを行い、その高速さに驚き、即座に何台か大学、アイントホーフェン工科大学に欲しいと言ったとされる。 このコンパイラーの高速性にはいくつか理由があるが、最も大きな理由はだったためである。初期のコンピュータはメモリ容量が小さく、ソースコードをメモリ上にすべて置くのも難しかった。そのため、ソースコードをメモリ上に放置せず、何度か読み込む必要があった。バロースのアルゴルでは、各変数を使用する前に宣言する必要があった。これにより、 ソースコードを一度読み込んだだけでコンパイルを完了させることができた。この概念は理論的にも深い意味があるが、同時にそれによってコンパイルが非常に高速化される。パンチカードからソースコードを読み込むと即座にコンパイルでき、バロースのカードリーダーは業界でも最速だった。コボルコンパイラもワンパスコンパイラで同様に高速だった。 パンチカード4000枚のコボルプログラムを毎秒1000枚のカードを読み込んでコンパイルできた。全ソースコードを読み込むと即座にコンパイル済みのプログラムを実行可能だった。B6500 と B7500 はバロースのシステムとしては唯一、今日までアーキテクチャが存続している。B5000 がベースとなっているが、アーキテクチャは刷新されている。主な違いは次の通り。 B8500 は B5000 をベースとして開発された軍用コンピュータ D825 から生まれた。B8500 は1960年代に B5500 と D825 の設計を統合しようとして設計された。集積回路と磁気迫膜メモリを採用している。ワード上は48ビットスタックマシンであり。 B5500 のような識別紙を採用しているが、互換性はなかった。またハードウェアの信頼性が低く、完全なシステムが納入されたという実績もなく、1970年以降にプロジェクトが中止となった。バロース初の大型システムは B5000 である。1961年に設計され、 トランジスタで構成された第二世代コンピュータであり、次期コアメモリを色欲に使用している。その後は、B5500、B6500、B5700、B6700、B7700、B6800、B7800、バロース A シリーズと、アーキテクチャをほぼそのまま保持しつつ、25年にわたって新たな技術で実装してきた。スペリーが、 バロースを買収してユニシスになっても CMOS の ASIC である MCP を使った新機種を投入。2005年に発表されたクリアパスリブラ590は MCPCMOS プロセッサと同時にインテルザイオンプロセッサを搭載できエミュレーションでもバロース大型システムを実行可能となっている。B5000 のアーキテクチャはアルゴルスタックアーキテクチャである。これの メモリレイアウトとプログラムからの使い方は PDP-11 や MC68000 などのリニアなアーキテクチャとも X86 などのセグメント方式のアーキテクチャとも異なる。アルゴルはシステム技術言語であり B5000 はアルゴルを意識して設計された。これが出発点である。他のコボルなどの言語もサポートされた。 強力な文字列操作命令により、高速なコンパイラの開発が可能となったのである。B5000 上のアルゴルは拡張版であり、強力な文字列操作命令を持っているが、アルゴル本来の一部の要素、特に仮引数の型指定が不要という点が排除されている。また、C 言語のデファインよりも整然としたディファイン機構を持っており、プリプロセッサというよりも、言語仕様に組み込まれていた。 また、イベントというデータ型が追加されており、プロセス間通信に使われた。また、ON フォルトブロックで、プログラムの障害を扱うことができた。ユーザーレベルのアルゴルには、オペレーティングシステムが必要とするような、危険な機能は提供されていない。そのために2つのレベルの言語拡張が用意されている。エスポールとニュープは OS 及び OS に密接に、関連するソフトウェアの記述用。 ダッカルゲルとダマルゲルは、より特殊なシステムソフトウェア用である。本来、B5000 の OS である、MCP はアルゴルを拡張した、エスポールという言語で記述されていた。これは70年代後半に、ニュープという言語に置き換えられた。ニュープの名称の由来は不明だが、一説には、ノーエグゼクティブはシルームプリベリッチスではないかと言われている。ニュープもアルゴルの拡張だが、 エスポールよりもセキュリティを強化している。危険のある公文要素はそれを使用するブロックに明示的に使用することを示さない限り使うことができない。これによって複数レベルの保護機構を提供する。ニュープでは危険な公文要素を持つプログラムは実行できない。システムのセキュリティ管理者がそのようなプログラムを実行可能に設定することができるが他のユーザーは どれだけ特権レベルが高くても、その設定を自分で行うことはできない。ニュープは汎用のプログラミング言語だが、アルゴルの持つ機能全てをサポートしているわけではない。ニュープにはアルゴルに内制御機能もある。例えばインラインプロシージャがある。いわゆるインライン展開を可能にするもので、論理的にはプロシージャだが実際には呼び出し側のコード内に直に転されてコンパイルされる。 これにより、プログラムの可読性とコードの効率を両立させている。n e w プ p には大規模なソフトウェアの開発を可能とする機能がある。具体的には、コードのモジュール性を高める機能で、インターフェース、関数とデータの組み、インターフェースのグループ、モジュール、スーパーモジュールといったものがある。いずれも、基本的には、関数とデータをまとめるものであり、 ある広域データのスコープを限定するものと言える。インターフェースは、モジュール間のインポート、エクスポートを可能とする。ニュープで書かれた OS とアルゴルで書かれた、ユーザーアッププログラムの中間に位置するものとして、ミドルウェアがある。ミドルウェアは、ダッカルゲルで記述される。これは OS およびプロセス間のメッセージ交換に使われる。例えば、 COMS というミドルウェアはネットワークからメッセージを受け取り、それを特定のプロセスや MCS、メッセージ制御、システムディスパッチする。MCS は複数のユーザーセッションを単一の MCS スタックで制御する。負荷バランス制御も MCS レベルで行われる。例えば、一つのスタックで30ユーザーまで管理するとした場合、ユーザーセッションが増えたら、 スタックを増やすことで対応する。このため、B5000 では普通なら、セッションごとにプロセスを生成するところを一つのスタックで複数セッションを制御するため、性能的に有利である。MCS は大規模トランザクション処理の根幹も担っている。MCS は外部コプロセッサ TCP とやり取りする。これは24ビットのミニコンピュータで一般的なレジスターアーキテクチャであり、 数千の端末を制御する入出力機能を有する。TCP と B6500 はメモリ内のメッセージでやり取りし、それは今日のパケットと基本的には同じである。MCS は B6500 側でそれらメッセージの処理を受け持っている。TCP にはアセンブラがあるが、そのアセンブラは B6500 のアルゴルコンパイラに対応していた。 TCP の命令ごとに対応するアルゴル関数があり、そういった関数を呼び出すと TCP に対応する命令が発行される。TCP のプログラムはそういった関数の呼び出しが並んでいるだけのアルゴル、プログラムであり、アセンブリ言語のプログラムと1対1に対応している。ここではアルゴルはマクロアセンブラのように機能する。まず、 アルゴルで書かれた TCP プログラムをコンパイルすると B6500 上の行ファイルが生成され、それを B6500 上で実行すると TCP 用のバイナリが TCP に向かって渡される。ダマルゲルはダム GE データベース向けに拡張されたアルゴルである。ダマルゲルはダスドルコンパイラで生成されたデータベース記述ファイルから ダム GE データベースソフトウェアをコンパイルする言語であり、データベースを利用する側は普通のアルモルやコボルを使うことができる。ダマルゲルの最大の機能はテーブルやインデックスを操作するコードをなするプリプロセッシング機構である。ダマルゲルのプリプロセッシングは変数やループを含み、コンパイル時の変数に基づいて名前を生成できる。これによりループのないプリプロセッシングより、 はるかに調整が容易である。ダマルゲルはダム GE データベースのためのアクセスルーチンを提供するのに使われる。ダスドルでデータベースを定義した後、そのスキーマをプリプロセッサで翻訳し、ダマルゲルのアクセスルーチンが生成され、それをコンパイルする。したがって他の DBMS 実装とは異なり、実行時のデータベース固有の IF、全、e n ELS の判断が不要となる。 1970年代、この最適化はメモリ使用量と実行時間の削減に大いに威力を発揮した。その後、低レベルなメモリと速度のチューニングがあまり重要ではなくなってきたこととプリプロセッシングを廃することでコードが単純化されより重要な最適化が可能になることからこのような技法は徐々に捨てれた。あとにコンパイラのコードサイズがあまり問題にならなくなって 来ると、プリプロセッシングの公文要素の多くが、ユーザーレベルのアルゴルの一部に編入された。ダマルゲルに残されたのは、ユーザーレベルでは安全でないと考えられる要素と、データベース記述ファイルの直接処理機能だけとなった。初期のシステムや言語では、小さなルーチンは敬遠された。サブルーチン呼び出しと復帰は時間のかかる処理であり、 コールスタックを管理するには多くの命令を実行しなければならなかった。B5000 はスタックマシンであり、配列、文字列やオブジェクトを含む以外のデータはすべてスタック上にある。このため、スタック操作は効率を重視して最適化されている。スタック指向マシンであるため、ユーザーがアクセスできるレジスタは存在しない。マルチタスクも B5000 では効率化されている。 コンテキストスイッチは MVST という一つの命令で実行できる。各スタックがプロセス、タスク、またはスレッドに対応しており、各タスクは待っているリソース上でブロックされる。実行されるのを待っているタスクはプロセッサというリソース上でブロックする。MVST はユーザープログラムからは実行できない。スタックアーキテクチャが レジスタに基づくアーキテクチャよりも遅いと信じる人もいる。性能を向上させるには可能な限りデータをプロセッサの近くに置く必要がある。B5000 ではスタックの先頭にワードをレジスタ、レジスタ A と B にしている。ほとんどの命令はこのスタック先頭にワードを使って行われる。性能をさらに向上させるにはスタック上のレジスタ化する部分を増やせばよい。 スタックアーキテクチャの利点は、そのような性能向上策を施してもソフトウェアを全く変更する必要がない点でいる。レジスタをプログラムが意識するアーキテクチャでは、レジスタ数が増えれば再コンパイルなどが必要となる。また、CPU のシングルチップ化が困難ではないかという指摘もあった。しかし、現に B5000 の後継マシンは、 シングルチップの CPU になっている。プログラムがスタックアーキテクチャにマッピングされる例を以下に示す。スタックフレームは現に実行中の環境の語彙レベルに対応している。例でわかる通り、語彙レベルとは、プログラムの性的な入れ子構造であって、動的な呼び出しの入れ子ではない。アルゴルでは、現在実行中の位置より前に宣言された変数だけが、 参照可能というのが基本である。また、入れ子の内部で外側と同じ名前の変数を宣言すると、外側の変数を参照できなくなる。5位の入れ子は性的なので、5レベル以上の入れ子構造のプログラムは非常に珍しいし、そのようなプログラムは構造化不足と言える。B5000 は最大32レベルの入れ子まで可能である。 プロシージャの実行には4種類の方法ノーマル、コール、プロセス、ランがある。以上のように、バロースの拡張したアルゴルには、後の A だなどの言語に見られる、マルチプロセッシング機構と同期機構がすべて備わっている。また、非同期処理サポートは、ハードウェアレベルで行われる。他の可能性として、プロシージャがインラインを宣言された場合がある。 この場合、コンパイラはそのプロシージャを呼び出している。プロシージャ内に展開し、プロシージャ呼び出しのオーバーヘッドをなくす。例で示したプログラムはノーマル呼び出しである。したがって情報はすべて一つのスタック上に配置される。非同期呼び出しの場合、スタックは複数に分割され、各プロセスは独立して動作しつつ、両者のデータを共有できるようになっている。 スタックハードウェアの最適化として D レジスタがある。D レジスタは各、スタックフレームの開始地点を指す。D レジスタ群は、プロシージャー呼び出しに応じて自動的に更新され、ソフトウェアからはアクセスできない。32本の D レジスタがあり、5位の入れ子の最大が32レベルとなっているのは、ここから来ている。5位レベル5から、 5位レベル2の広域変数にアクセスする方法を考えてみよう。アクセスしたい変数が5位レベル2のベースから6ワードの位置にあるとする。このアドレスはで表される。D レジスタがない場合、D5 フレームの最初にある制御ワードを見なければならない。それは一つ前のフレームすなわち D4 環境を含むフレーム指している。このようにフレームを逆に辿っていって、 目的の語彙レベルのフレームに到達する。これはプロシージャから制御を戻すときの経路とは異なることに注意が必要である。アーキテクチャ上、データスタックもコールスタックも同じ構造になっているが、制御ワードによってそれらを見分けている。これは変数へのアクセス方法としては非常に非効率的である。D レジスタを使用すると D にレジスタは 語彙レベル2の環境のベースを指している。したがってある変数のアドレスを得るには、その変数を含む語彙レベルに対応する D レジスタの中身にオフセットを加算すればよい。フレームのリンクをたどるロールという命令もあるが、D レジスタを使用した方が高速である。D レジスタを使用すれば、外側のグローバルな環境にあるものにも、ローカル変数と同様にアクセスすることできる。 コルーチンやプロセスとして P を呼び出した場合 D3 環境は別の D3 をベースとするスタックとなる。この場合別のプロセスが D に環境にアクセスし続けることが暗示されている。この考え方を推し進めていけば全く別のプログラムからプロシージャを呼び出し D3 のスタックフレームが別のプロセスの D に環境を指すということも考えられる。 この場合、本来の D に環境を直接参照することができなくなり、他のプロセスの D に環境を直接参照可能となる。実際、ライブラリー呼び出しはこのように実装されている。このようなスタック管呼び出しでは、呼び出し側と呼び出される側は別のプログラミング言語で書かれていても構わない。現在のプロセスのスタックには D1 と D2、 例環境は存在しない。D、位置環境はコードセグメント辞書であり、同じコードを実行するプロセス間で共有される。D、例環境はオペレーティングシステムによってエクスポートされたものを表している。スタックフレームは実のところプロセスのスタック上に存在する必要はない。この機能は初期のファイル入出力の最適化で使用された。Fib は 入出力処理の間 D1 でリンクされる。90年代初め、これは言語の機能としてストラクチャーブロックとして実装され、ライブラリー技術と組み合わせてコネクションブロックと呼ばれた。データ構造を D レジスタのアドレス範囲にリンクする機能によってオブジェクト指向が実装される。B5000 はオブジェクト指向という言葉が使われるずっと以前からその機能を使っていたのである。 スタック構造の利点として、プログラムが異常終了するときに、スタックのダンプを取れば、状態が完全に把握できるので、プログラマは問題を正確に見つけ出すことができる点が挙げられる。また、スタックアーキテクチャでは、プログラムは必然的に再起可能となる。フォートランは再起不可能な言語であり、当時の人々がアルゴルの実装に苦労した点は、再起を どう実装したら良いかいう点だった。B5000 では問題は全く逆で再起しないはずのプログラムを再起させないようにするにはどうしたら良いかに頭を悩ませた。結局機能を限定することに時間を費やすのは無駄なのでバロースのフォートランコンパイラは再起可能なままとなっている。結果としてバロースのフォートランの実装は高く評価されている。例えばサブルーチンや 関数呼び出しで引数の個数が合っているかをアルゴルと同様にチェックできる。他のシステムではそのような間違いはクラッシュを引き起こした。バロースはオブジェクト指向言語シンヤラなど他の言語の実装でも優れていることで知られていた。APL の設計者ケネス・アイ・バーソンはバロースの APL 実装が最高であると宣言した。リスプを設計したジョン・マッカーシーは リスプ本来の能力である自己書き換えができないという点で b 5 0 0 0万を持っていた。ただしリスプは多くの場合インタプリタとして動作する。スタックアーキテクチャであってもプロセスが使用するメモリ量は他のアーキテクチャと同程度である。当時他のシステムでタスクを実行するにあたって必須であったメモリ割り当ての事前設定は b 5 0 0では不要である。実際、 B5000 では新たな周辺機器を追加する場合も再コンパイルなどが不要だった。多くの人にとって B5000 は常実の通りスタックマシンとして記憶されている。しかし、アーキテクチャ上重要な点として他にタグベースである点と記述子ベースである点がある。当初の B5000 では各ワードにビットが付属していてそのワードがコードなのかデータなのかを示していた。 これはセキュリティ機構の一種であり、コードの破壊を防ぐ。コードを書き換えることができないため、B5000 では完全なリエントラント性を備えることができる。あるプログラムを何人のユーザーが実行していても、メモリ上にはそのプログラムのコードは一つしか存在しない。これによってメモリ利用効率が向上する。後に B6500 でこの機能が強化され、 48ビットワードに3ビットのタグが付属するように実装された。内部的なデータビットはワードの0番47番のビットであり、タグは48から50番である。ビット48はリードオンリービットである。つまりタグの値が奇数であれば、ユーザーレベルのプログラムはそのワードに書き込むことができない。コードに使用されるタグが3となっている。以下にタグの値と その機能を列挙する。偶数のタグのついたワードはユーザーデータであり、ユーザーププログラムが更新できる。奇数のタグのついたワードはハードウェアが生成し、プログラムの実行状態を示している。これらのワードは特定の命令やハードウェアが生成し、使用するので、そのワードの内容はハードウェアの実装によって変化するが、ユーザープログラムにはその変化は全く影響しない。 タグ1のワードは、スタック上のデータアドレスを表している。アーは,は、現在のスタック上のアドレスを指している。セルは,は、スタックを識別する番号を含んでいて、任意のスタック上のデータを参照する。タグ5の付いたワードは、記述詞である。タグ5のワードは、スタック以外のデータのアドレスを含んでいる。タグ7は、プロシージャのエントリーポイントを記述する、プログラム制御ワードである。 タグ3は、コードワード自体を表す場合は、スタック上には現れない。ただし、タグ3は MSCW、RCW、トスキなどのスタック制御ワードとしても使われていて、これらは、スタック上に存在する。B5000 シリーズは、高速なバスで、相互接続されたマルチプロセッサにおいても、先駆的役割を果たした。B7000 シリーズは、 最大8プロセッサであった。マルチプロセッサに関する操作としては以下のようなものがある。RDLK は非常に低レベルなプロセッサ感動器の方法である。ユーザープログラムで使用するのはイベントデータ型である。フォース言語の設計者であるチャールズ・ムーアは MIT で B5500 に触れ、そのスタックアーキテクチャに影響された。フォース、ザーリー・ーズの中でムーは コースのダップ、ドロップ、スワップといったワードは B5500 の命令に対応していると述べている。ソビート連邦のメインフレーム及びスーパーコンピュータシリーズは B5000 の影響を受けており、スタックアーキテクチャでタグ付きメモリを採用していた。一種のアセンブリゲンゴイル -76 を備えていたが、これが実際にはアルゴル -60 の修正版であった。なお、 その後、エルブリスは EPIC アーキテクチャ風のベロウェ型 CPU に移行している。ヒューレット・パッカード社にはバロースの元従業員だった技術者がいて、HP3000 システムは B5000 の影響を受けている。ボブ・バートンの逆ポーランド気泡に関する業績は、HP のプログラム電卓に採用され、例えば HP-35 などが有名である。 タンデムコンピューターズが1970年代末から1980年代始めにかけて設計したノンストップシステムは16ビットのスタックマシンであり、HP3000 の影響を受けているため、間接的に B5000 の影響を受けている。1990年頃、MIPS はアーキテクチャに移行したが、従来のスタックマシン用バイナリをエミュレーションでサポートし続けた。年以降、 アイテニアムに移行したが、そこでもスタックマシンのエミュレーションを継続サポートしている。ボブ・バートンはアラン・ K にも影響を与えた。アラン・ K は B5000 のデータ駆動型タ,タグ付きアーキテクチャに影響され、オブジェクト指向プログラミングやスモールトックに関する考察に至った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。